この動画は「ツインピークスザ・リターン」第7章までのネタバレでできています第7章を未視聴の方はドラマ本編をお楽しみの後再びこちらまでお戻りください待っていますみんなで一緒にツインピークスを楽しみたいすぐは軽尾ですさあ第7章見ましたか皆さん見ましたね <laughs> もうね スペシャルな第7章でしたね。ラッキーセブンっていう感じの、ものすごいなんかスペシャルな回でしたね、今回は。ねえ、なんかこれまでね、2、3話、これまでの2話、3話あたりまではね、ちょっとのんびりと進んでいた感じがありましたけど、今回はね、結構攻めましたね。<laughs> ラッキーセブンっていう感じありましたね。うーん、ねえ。 <laughs> 早速行きますか。森の中のジェリーホーンから、え物語は始まりましたね。えジェリーが、ま、電話かけて、ンホーンに電話かけたわけですね。車がないぞということなんですけど、あの、車が置けるような場所じゃないですね、あそこはね。木が生い茂って。ね、なんなんすかね。俺はハイなのかとか言ってたけど、イなんですかね。わかんないですねジェリーホーンはわからないですけど、ま、そんな、 これをギャグシーンなのか何かなのかがわかりづらいですけど、まあこんなシーンから始まった第7章なんですけど、ツイン警察で、えとうとうね、来ましたね。あれは前回ね、ホークが見つけたあの紙ですけど、なんとローラの破かれた日記だったということだったんですね、あれがね。え何が書いてあったかというと、昨日の夜見た夢にそれは出てきた。私の名前はアニー。 デイルとローラと一緒にいる。いいデイルはロッジにいて、そこから出られない。あなたの日記にそう書いておいて、ということを書いてあったわけですね。ローラの日記に、破かれた日記に。これはね、なかなかですね。<laughs> アニーが、えー、ローラの夢の中に出てきたんだということですねあのー、まあ当然だからこれはアニーがブラックロッジにいる間だ旧作の最終回ですねあそこでにいる間にローラに書かせたものだということですねブラックロッジの中は、えー、未来か過去かわからない世界ということなんでまあそういうことがおそらくできるんですねねえこれを言っていたんですねローラにアニーは で、えー、っと、ホークがフランクにね、破られたのは4ページあって、そのうち3ページがここにあると言ったんですね。で、僕、ローラの日記持ってるんですけど、えー、っとですね、この僕が持ってるローラの日記は、破られてるページが9ページあるんですね。これがまあ日本語訳なんで、で文庫本なんで、いろいろとそういう違いがあるとか。 そういうことがあるかもしれないですけどで見開きを1ページ1ページこの見開き丸々破かれてますっていうページもあるんですけどそれを1ページとして考えても6ページなんですね破られてるページがうーんこの辺がねどうなんですかねわからないですねまあ考えられることといえばこのローラの日記のこの文庫本のこの本はまあこの物語とは関係ないという 見方をするべきなのかそれともこの9ページ破かれてるもしくは6ページ破かれてるうちの4ページ分以外はもう見つかっていたとか他の今までの25年の間に見つかっていたということもあるかもしれないですね。もしくはまあきに破かれてて気づいてないとか。 警察側はっていうことなのかもしれないですけどわかんないですねだからこれがこの本が今回のお話とリンクしてるのかどうかはわからないですね で、えー、っと、2枚目の日記というか、まあ、3枚あるうちのもう1枚の日記を読む、読んだわけですね。そこに書かれていたのは、午前1時30分、私は今まともに息ができないくらい泣いている、あれはボブじゃないってことがはっきりと分かったからということが書かれている日記があったわけなんですね。で、この、えー、っと日記を見て、 おそらくリーランドは、えー、ローラが自分のことを、えー、認識しているということを悟って破いたんじゃないかということなんですけど、まあそうだとするとね、このアニーの日記というか、アニーの言葉とかをここに書いておく、それを破くっていうのは、 あででもどうなんですかねーリーラーの中にボブがいたからそ,のそれが分かって破いたのかなんとか分かんないんですけどでちなみにですねこの僕の持ってるローラの日記に似たような記述は一応あるんですけど一番最後の日記ですねこの日記を書いた数日後に、えー、っとローラは殺されたという最後の日記を一応読んでみますね。日日付ななし親愛なる日記さん 彼が誰だか分かった。ボブが誰で何者なのかはっきりと分かった。だからみんなに教えてあげなきゃ。誰かに話して信じさせなきゃ。誰かが私の日記を破り取ってしまった。この謎を解く鍵が書かれているページ。私の詩が書かれているとてもプライベートなページを。すごく死が怖い。暗闇の中になーって。まあ書いてあるわけですけど。愛を込めてローラと。まあ最後に書いてあるわけですね。 P.S. 念のため、あなたをハロルドに預けておくわ。またあなたに会えますよう。もうコカインなしではいられない。どうしてもダメ感覚を麻痺させなきゃ。 っていうのでこのローラの日記は終わってるんですけど、で、この一番最後の日記の前のページが破かれているんで、この破かれたページ、この一番最後の前のページが、この午前1時30分、私は今まともに息ができないくらい泣いているっていうページっていうことでいいような気がしますけど、うどうなんですかね、この本、この文庫本のローラの日記が、このドラマと関係しているのかどうかっていうのは何とも言えないですね。 だから一応ね、このローラの日記は一応頭に置いておいてですね、でもあまりこだわりすぎないっていう感じの使い方をしながら見た方がいいかもしれないですね、このローラの日記はね。まあとりあえず今回見つかったのはこういうことが書かれていたよということなんですね、ドラマ。ドラマは戻ってますけど、ホークが見つけたあの紙はね、まあアニーがこういうメッセージを残していたということですね。だから分かっていたということですね、アニーはこの25年の間。 いいデールってわざわざ言ってるってことは、今外にいる、そうですね、今外にいるのは悪いデールなんですよっていうことをちゃんと分かって書いていると。それを警察に伝えたかった だということなんですかね、わからないですけど、まあとりあえずそういうことがあったということですね、これは大進展しましたね。で、ホークが言うには、えー、とクーパーはロッジから出た後、ロッジっていうのはブラックロッジのことですね、ブラックロッジからこう出た後、まあ、すぐ街を出ましたよってことを言っていたんですね。ということはですね、あのボビーが言っていた、最後に父と話したのはクーパーですっていうあの言葉、 あの時話していたってのがいつのことを言っていたのか分からなかったんですけど、やっぱりこの25年前、クーパーが、まあ、クーパーが出てきた時、ブラックロッチから出てきて、街を去る時に、えー、ブリックス首相者とお話をしたのかなという感じがありますね。あ口が回らない。<laughs> もうね、もう朝なんでね。はい。えー、っと、いうことですね。 だからおそらくそういうことだと思いますね。で、えー、場面変わってアニーマンが出てきましたね。フランクですね。フランクトルーマンが弟のハリーと電話してるっていうシーンですね。ちょっと聞いてみようみたいな、こういう手紙というか日記が出てきたから、ハリーに聞いてみようって言って電話をかけたんですけど、まあ、ハリーがどうなってるのかはわからないですね。どうやら電話の内容だと、どこかに行っていた感じですね。で、何かまずいことがあったと。 で、わかったわかった、別に緊急じゃないから、また後で電話するよって言って、アニーマンは電話を切るわけですね。えっと、一言伝言があるみたいな感じで、絶対に負けるな、みたいなことを言っていたんですね。やっぱりね、前も言いましたけど、やっぱりこの、アニーマンがハリーに電話するときは、主語を言わないんですね。<laughs> どうも怪しい感じがしますね。本当にハリーは病気なのか。うーん、なんかね、何か怪しい感じがありますけど。まあ、病気であることは間違いないとは思うんですけど、病気だっていうね、ことになってるんで、うん、なんなんですかね。わかんないですね。 ということで次、えー、場面変わって、アンディと話す男っていうのが出てきましたね。えー、前回、リチャードが乗っていた、あの子供をはねたトラック、あれが映し出されましたね。で、このトラックを指さして、アンディは目の前の男に対して、あれは君のだろって言ったら、そうだって言ってましたね。あのトラックはこの男のトラックなんですね。で、男はやたら焦ってるわけですね。後で全部話すから、もう今はとりあえず帰ってくれと。必ず後で話す。 っていうわけですねまあ、アンディは人がいいですから、じゃあ4時半に川の近くで待ち合わせだぞ、みたいな感じで行って帰って行ったというシーンがあったわけですね。リチャードはどこ行ったんですかね、あのトラック。あのトラックをここに持ってくるっていう役目だったんですかね。わかんないですけどね。次、アニーマンがですね、ヘイワード先生と電話するというシーンになりましたね。ヘイワード先生っていうのはドナの父親ですね。ドナ・ヘイワード。 えっと、ドナっていうのは、まあ、旧作に出てきた人ですけど、一番可愛らしい感じの顔の人ですよね、ドナはね。その お父さんですね。ヘイワード先生というのは、ウィリアム・ヘイワードというお医者さんですね。なんと、これ <laughs>、スカイプで話すんですね。なんかこういう最新機器みたいなのを出したがる感じがありますよね。25年の間にこんなに進化したぞみたいなね。そういうところを見せたいのか、何なのか分かんないですけど。で、聞いたのは、ハリーに頼まれてクーパーを診察した時の話をちょっと聞きたいんだっていうことですね。これは旧作のもう最後。 ラストの話ですね。だからラスト、旧作のラストのその後の話を聞きたいという話をえスカイプでしてるわけですね。 で、えーっと、ヘイワード先生が言うにはですね、クーパーをあのあと病院に連れて行って検査をしたということですねで、その1時間後、えー、検査をしている間、まあ、ヘイワード先生は違うことをやってたんですけど ICU から出てくるクーパーを見かけたと言ってましたね。で、その時 ICU にはオードリー・ホーンがいたと昏睡状態で眠っていたと。 いうことだったんですねその時まあちらっと見たクーパーの顔は何か変だったということで、おそらくボブっぽい感じというか、そういうものがあったんじゃないかなって、ボブというか、まあ、悪いクーパーだったということだと思うんですけど、これ、オードリー・ホンがなんで ICU にいたかっていうと、えー、最終回でね、銀行の爆破に巻き込まれたっていうことがあったんですね、だからそれで ICU に担ぎ込まれていたということで、そのオードリーにどうやらクーパーというか、 あの時点ではもうミスター C だと思うんですけど、ミスター C が会いに行ったような感じがあると。っていうことはもう確実にですね、ミスター C はオードリーに何かをしていますね。ね、何をしたのかは分からないですけど、オードリーが今どうなってるかも、今のところ全く出てきてないんで、分からないですね。で、リチャードがいますね。リチャード・ホーンですね、彼は。で、リチャード・ホーンイコールオードリーの息子ということなのだと。 すればですね、リチャード・ホーンイコールミスター・ C と何らかの関係があるということになってくるわけですよね。もし、もしっていうか、まあ、ミスター・ C はオードリーの ICU の部屋の中に入っていったってのは、おそらく確実なんで、すると、オードリーとミスター・ C、オードリーとリチャードっていうところが関わりが出てくるわけですね。もしかしたら、まさかとは思いますけど、リチャードはミスター・ C とオードリーの子供とかいう可能性が、まあ、 泣きにしもあらず <laughs> だけどいやーそれはどうだろうなーっていう感じはありますけどねただ年齢的にはそんなことがあってももしねリチャードがオードリーの子供なのであれば年齢的にはそんな感じのことがあってもおかしくはないっていう気はしますけど。 うんどうなんですかね。まあ、リチャードじゃないや。オードリーはクーパーに惚れてましたし、クーパーもね、まあ、惚れてるっていうわけではないんですけど、アニもいましたし、でもまあ、君は美しい人だ、みたいなことをクーパーも言ってたっていうのも、まあ、あるっちゃあるんですけど、うーん、これはなんとも言えないですね。これはなんとも言えないです <laughs>。で、次ですね。バックホン警察になりましたね。ペンタゴンからの,あの女性の職員ですね。彼女はシンディ・ノックス。 とということだったんですね職員どころじゃないででですすねねだったんです、ねでえー、ここで分かったことは、えー、先週先週だっけ先々週だっけ言ってたこれまで16回ブリックス調査の指紋が出たよって言っていたものは全て何か犯罪現場とかで付着した指紋だったということなんですねだから遺体が出たのは今回が初めてだったということが分かりましたね僕なんかね少なくとも16個ブリックス調査の 同じ体があるんじゃないかみたいな、そんなこと言ってましたけど、そういうわけじゃなかったんですね。もう全く違ってました <laughs>。 全く違っっててまししたた指紋かか出ていなかったんですね今までねでね今回初めてこの体も胴体も出てきたよということだったんですね頭部はって言われたらありませんみたいな感じでしたねこれひょっとしてあのー、三章三章であのー、青いバラって言って宇宙の箱のところに出てきましたよねブリックス少佐がひょっとしてあれがブリックス少佐の顔ですかね 頭だからあの宇宙に頭だけ漂ってるとかそういうことがあるんですかねわかんないですけどね、まあ、そんなことがあるかもしれないなーって、まあ、ちょっと思いましたけどでこの遺体の年齢は、えー、検視の結果40代後半だということが分かりましたつまりこの遺体はブリックス少佐だということが確定だとするとですね25年前ののブリックス少佐の体 ということになりますね。25年前のブリックス少佐の体が現在そのままの状態で遺体となって5、6日前に死んだということなんですね。これはなんとも、何なんですかね。ブリックス少佐。ブラックロッジにいても年は取っていきますからね。クーパーとかローランも年取ってますし、そんな中でブリックス少佐だけがどうやら昔の体のまま 何かが起きていたんですね。もうな全くわかんないですけどね。でその後、えっ、ー、とノックスシンディノックス隊イは上司に電話しているんですけど、その後ろに怪しい男が歩いてきましたね。なんとなくゆっくりと木を切ってるような音がしてましたね。ノコギリでザッザッ。ザーッ なんかそんな感じの音をさせながら歩いてくる黒い男影の男というかそんな感じのやつがいましたねちょっとロン毛な感じでしたねで、えー、電話切ったら上司はすぐにまた別の場所に電話をかけていたというシーンでえーとカットが変わってゴードンの部屋になりましたね FBI のゴードンの部屋アルバートがやってきて昨日のダイアンのことを報告したわけですね <laughs> 頼むって言ってましたね <laughs> ゴードンがえーもう間とかねあの表情とか完璧ですね <laughs> 面白かったですね、はい。ということでダイアン地になりましたダイアンさんちにはグッドルキングガイがいましたねまた来ますみたいな感じで、まあ、帰っていきましたけどでダイアンは相当口が悪いですね <laughs> この口の悪さはアルバート以上というかアルバートはなんとなくねそれでも薄い薄いオブラートには包みながら嫌味を言ってるんですけどダイアンはもう直接悪口というか暴力的な言葉を言うんですね クーパーはひょっとしてそれが怖くてテープに吹き込んでたんですかねなんて思いましたけどね。ダイアンにいつも何か頼むときはテープにダイアンこれこれをお願いしますって吹き込んで、あとは電話にこね送信口にこうテープくっつけて再生させたんじゃないかみたいなね。そのぐらいダイアンは口が悪かったですね。恐ろしいですね <laughs>。クソがみたいな感じでずっと言ってましたね <laughs>。結局ダイアンは協力するということになりましたということですね。 で、飛行機の中、タミーがクーパーとミスター・ C の指紋について報告していました。表と裏がどうやら逆になっているんだということですね。で、アルバートはこれを刑務所の人間が偽造したんじゃないかみたいなことを言ってたんですけど、おそらく違うと思いますね。ミスター・ C はクーパーと指紋がおそらく逆なんですね。うん、で、職員はクーパーと合わせるために、その逆の指紋をさらに逆にして貼り付けたというか。 記録しておいたんだと思いいまますすねねおそらく、ね、違いますかね、うん、だからクーパーとミスター c っていうのは指紋がもう鏡のようにこう裏返っているんじゃないかと思いますけどどうですかね鏡にボブが映る映るっていうのがありますよねそういう感じで、えっと、ミスター c とクーパーっていうのは鏡のようにこう表と裏が 逆になってるというかかか表と裏とと裏いいうう左右というかねうーんそういう感じなんじゃないかなって思うんですけどでここでゴードンがタミーの指をこう触りながらなんか不思議なことを言ってましたよね「私はとてもとても嬉しいまた君と再会できて懐かしい友よ」って言ってこうやってやってたんですね。 でこれはスピリチュアルな山だって言ってこの指の節を触りながら言いましたね。これはスピリチュアルな山だ。そしてこれはスピリチュアルな指だ。よく考えろっていうね。これは何なんですか考えたらわかるんですかね。きっとヒントとしてはまあとてもとモテとっていうものがありましたよね。 で、手を裏返したっていうのがありましたね。最初、タミーは手を、手のひらを上にしてゴードンに出したんですけど、裏返せって言って手の甲を上にしましたね。これが何か関係ありそうな感じしますね。で、えー、っと、スピリチュアルな山とスピリチュアルな指というのがおそらくヒントですね。だから、何なんですか私、例えば、裏返ってるみたいなそういう感じのでいくと、えー、親指、小指とかそういう感じで、君と私は、 みたいなね君と私は再会とてもできてとても懐かしい嬉しい友よ。 また君ととかでも別にだから何っていう感じありますもんねまたは山山っていうねスピリチュアルな山っていうところを注目すると山っていうのは登るものということでなんかこう中指からだんだんこう短い方へ行くみたいなそれでもね薬指と人差し指がどっちが長いかって人によって違うらしいですしね <laughs> うんとてもできてとても懐かしい嬉しい 再会とても。うーんわかんないっすね。これは解けるものなのかどうなんですかね。ともよまたともよ私は君とまた。スピリチュアルな山スピリチュアルな指。最下位とてもとてもが2つあるっていうところがヒントですよね。とてもとモテと。でもモテとって意味わかんないから。うーん 片方は逆にする。とてもとモテと。片方は逆にすると考えると。え私はとてもとても嬉しい。また、ともよ。懐かしい。できて、再会、君と。って感じまたは、君と再会できて、懐かしい、ともよ。また、嬉しい。とてもとても、私は。うーん。君と再会できて、懐かしい、ともよ。私はとてもとても嬉しい。また。またっていうのは、またねっていう、またになるとか。そんなことはないだろうし。これがね、まあ、英語の綴りとかな <laughs>、答えの中に含まれていたら、もう僕にとってはお手上げですよ <laughs>。日本語でわかる感じじゃないと。まあ、日本語でわかる感じだからとい言って、僕は全くわからないんですけど。ね。裏返した。 とても私、うーんとよ君と再会懐かしいできてまた私は嬉しいとてもとて私はまたとても嬉しい私は君と私私は君と再会とてもできてうーんわかんないですねわかる方は。 ぜひね、教えていただけるなり、心の中にしまっておくなり <laughs>、していただきたいなと思いますけどあの、ネタバレ的なものを見てね、何か言うのはちょっと勘弁してほしいんですけど、ねえ、わかんないですね。英語の綴りで何かをわかるっていうことじゃないことを祈りながら、わからないですと。タミンはわかるんですかねコナンくんとかだったらわかるんですかねこれ。うん、考えろって言ってたんで、考えればわかることなのか、わかんないですね。分かっ たらまたね僕次の回とかに報告するかもしれないですけど、うんねということです。これはわからないですね。はい。でえー、っと写真を、えー、手渡されて。 これはえーと25年の間に一度だけ撮れたミスター・シーノというかクーパーの写真だと。これはリオ郊外にある自宅で、今の所有者はイパネマ出身の女が所有しているんだということですね。この写真が何の意味があるのか、今のところさっぱりわからないですね。リオってブラジルのリオですもんね。うん かんないですね、はい次ヤンクトン刑務所に到着しましたダイアンとミスター C が面会しましたねダイアンはもう本当に緊張しているというか恐ろしいものを見ているという感じがしていましたね最後に会ったのはいつだか覚えてるっていうと君の家だったっていうんですねそうあの夜のこと覚えてるあの夜のことは忘れない私も絶対忘れないあなた誰なの ってなるわけですね言ってる意味が分からない「私を見て私を見てよ」って言ってもうダメって言って面会が終了するわけですねでダイアンは「あれは私の知ってるクーパーじゃない」と「年を取ったから」とか何か病気とかそういうことじゃなくてもうここに原因があるんだ 心に原因があるって言ってましたね。心がないみたいなことを言っていたわけですね。まあそうでしょうね。心がないんだと思います。で、のその心っていうのがおそらく金玉のことだと思うんですけど。うん。ね。あるべきものがなくなっているのって言ってましたけど。おそらく金玉なんですね。あれがどこかにあるんですよね、多分ね。あれを探さなきゃいけないんだと思うんですよね。でもあのね、靴屋も、自分、あの人が金玉持ってるはずなのに、目覚めろとか、ダギークーパーに行って、 言ってたんでどうななんんででですすかかねねよくわかんないですねであの夜のことについては何か私は聞いた方がいいんじゃないのかみたいなことをゴードンが言ったらあの夜のことは今度二人きりの時に話しますということでしたね心配ですね二人きりの時が訪れるのかどうかあの夜のことを話すタイミングが来るのかどうかちょっと心配ですよね何かトラブルがあってうーんそのことを ゴードンは聞けずに何かなってしまいそうな感じがありますけどね。わからないですけどね。ということで、場面がまた変わってですね、あの、さっきの男を待っているアンディになりましたね。男の家のドアが開いているカットが差し込まれたわけですね。家のドアがなんかちょっと半分ぐらい開いてる怪しい感じがありましたね。アンディは5時5分まで待ったんだけど、来なかったんですけど、まあおそらくあの男はもうこの世にいないんじゃないかなという感じがしますけどね。 そうなんでしょうねはい次マーフィー所長とミスター C の何か取引のようなものがありましたねマーフィー所長はものすごい何か弱みがあるようですねミスター C はこう言いましたね犬の足あれには4本足があったと1本は俺の車から見つけ残り3本はあんたが今考えてる情報と一緒に消えたと俺に何かあれば あんんたがが来ててしくくない2人がやってくるぞと言うんですね1本は俺の車から見つけっていうのはトランクにあったあの足のことですね残り3本はあんたが今考えている情報と一緒に消えたということなんですね情報と一緒に消え情報っていうのは人のことなんですかね分かんないですねこれは考えても今の段階では全く分からないことだと思うんですけどでこの件を知ってる証拠は何かある,んですあるのかお前はと言ったらえっと「ジョー・マクラスキー」 って言ったんですねミスターはこれ、おそらくこのジョー・マクラスキーっていう名前を聞いて、マーフィーをもう、ミスター・シーにすべて従うことになりましたんで、相当な人物なわけですね、ジョー・マクラスキーというのは。マーフィー所長の何か弱みを握っているということなんでしょうね、おそらくジョー・マクラスキーとミスター・ストロベリーは、マーフィー所長にとって相当都合の悪い人物なんだと。 いうことで,すね、で、えっ、ー、と、ミスター C は、車と同じところに捕まっているあのレイですね、レイとグローブボックスに友達を入れておけと言いましたね、友達って何なんですかね、でもし俺のことを何かここから出さないとか、そういうことを考えそうになったら、犬の足のことを思い出すよということを言って脅してましたね、大丈夫だと、このまま、ちゃんとお前がちゃんとやることをやれば、ジョー・マクラスキーとか、ミスター・ストロベリーについて、誰かに聞かれることはないから。 みたいなことを言ってたんですけど、グローブボックスの友達ってのは何なんですかねわかんないですね。ここのシーンはわかんないですね。で、次、ラッキーセブン保険になりましたね。車の件で刑事が来たわけですね。あの刑事3人は一応ですね、全員フスコさんですね。兄弟なのか何なのかわかんないですけど、全員フスコさんがやってきたんですね。D ・フスコと T ・フスコとスマイリー・フスコがあの3人の名前ですね。なんじゃそりゃって。 いう感じありますけどで車、ダギーがあの爆発したダギ,ーダギーの車ですね、あれは車窃盗団のギャングの、ギャングとつながりのある人物があそこで3人死んでいたんだということで、刑事が来たんだということですね、まあダギー・クーパーの奥さんのねジェイミー・イーにいろいろ説得されて、あ明日じゃあ電話くださいということになって、この場は終わったわけですね、ブッシュネルもダギー・クーパーに用事があったんですけど、明日でいいやと。 ととといいううここににななって会社の外に出ましたということなんです,、ね、すると会社から出るとあの小人のスパイクがやってきましたね武器は銃でしたねアイスピックがね曲がっちゃったんで銃にしたわけですねあれあの音楽流れませんでしたねアムアムアムツッテン っていうあの音楽あの音楽が小人のテーマなのかなーなんて思ったけど違ったんですね,ねじゃああの音楽は何だったんだろうかと分からないですけどねでここどうでした皆さん僕は歓声あげましたよ <laughs> ツインピークス2週連続でも歓声が上がりましたねわーってなりましたねダギー・クーパーが素早い動きで小人のスパイクを抑え込んだんですねででえ込んんるとなんとな地面から 進化したた腕が生えてきたんですね <laughs> 地面からピョーンって出てきて手を引きちぎれーってずっと言ってましたね手を引きちぎれーって何なんですか <laughs> 何なんですかね進化した腕が出てきたんですねわからないですね、うん でダギー・クーパーはそれでチョップをしたりとかしながらねこの小人のスパイクから銃を離させたんですねすると、えー、スパイクは銃を置いてそのまま逃げるというか立ち去ったわけですねでその後、まあテレビが来てインタビューとかいろいろされるんですけど、まあ、気になるのはあの子供が言ってた変な臭いがしたというところですねこれがギャグ的なもののを言ってるのか 何かかかあるのかねわらないですねで落ちている銃を警察が拾い上げるわけですけどグリップに何かがこうくっついてるというかひっついてる感じですよね完全にこう表現としてはひっついてるっていう感じに近いですよね結構力を入れないとこう剥がれないような感じ何だったのか手が手を引きちぎれって言ってたけど そういうことな、でも手ではないですよね。なんか、グリップのところにこう巻きついてた、なんか焦げたような、色的にはね、腐ったようなハムみたいな焦げたような腐ったようなハムのようなものでしたね。あそこに、グリップにくっついていたのは。うーん、何なんでしょうか。ハムといえば何かね、以前見たことあるような気がしますけど。 なんでなんですかねー、えー、で次、えー、グレートノーザンホテルの場面になりました。なんかベルのようなね、グラスハープ、グラスハープって言いましたっけあれ。あの水が入ったコップをこう、縁をね、こう、こすると音が出る。あれみたいな音がずっと流れてるわけですね。ふーーみたいな。 すごく気になりますねあんなのをずっと流れてたらでビバリーが1週間前から聞こえていますとだんだん最近大きくなってきたかもしれないみたいなことを言ってましたねでえー、っとあそうそうっていうことであの315号室のキーが、えー、届けられましたということがあったということですねまあその程度ですねまあベンホーンが自分のことをこのビバリーにねベンと呼んでくれみたいなことを言ってましたねこいつまた悪い癖が出始めてるっていう <laughs> 感じがありますけどねで、音の正体はおそらくあのスタンド、照明スタンドの裏側がどんどんズームになっていったんで、そこに何かあるんでしょうね。わかんないですね。で、次、えー、そのままビバリーの家になりました。訪問看護師みたいな感じのマージーさんという人が出てきましたね。痛み止めを多くあげましたと、もう騒いでうるさいからみたいなことを言ってましたね。おそらくビバリーの 旦那さんであるトムという人が何か病気を持っているということですね。家庭内はあまりうまくいってなさそうだなということで、えー、次、バンバンバーになりましたね。お掃除が長かったですね、あれね。ひょっとしてもう終わりかなって思いましたけどね。あ、今週なんか早めに終わるのかなみたいな。 そんなことなかったですね。ちゃんと電話がかかってきましたね。電話を取ったのがジャン・ミッシェルという男が、えー、電話を取りました。どうやら相手は売春の値切り交渉をしているような感じの電話ですね。で、ロードハウスはルノーファミリーが57年間仕切ってんだということを言ってましたね。15歳の2人の娘に潰させはしねえぞ、みたいな、うん、ことを言ってましたね。最初値切りの相談なのかな、みたいなこと思ってたけど、違うんですかね わからないですね。ということで、次。えー、ヤンクトン刑務所になりました。ミスターシート・レイが刑務所から脱出したということですね。携帯を渡されましたね。ということは、グローブボックスの中に友達を入れておけっていう友達は携帯のことではないわけですね。何か他の友達が入ってるんですね。ね。ということで、次。えー、暗い森を上から撮影している映像が流れたんですけど、あれよく聞くと、風の音と一緒にちっちゃく 何かシャベルとかスコップで土を掘ってるような音が聞こえましたね。おそらくそういう音だと思いますね、あれは。土を掘っているというと、まあ、ジャコビー先生が一番怪しい感じはあるんですけど、うーん、まあ、わかんないですね。で、次、WR。なあ、ビリーを見なかったっていう男が一瞬出てきて、知らないわって言ってどっかに行く。 ということででエンンディングになったわけですねいやー、今回はなかなかな話でしたね。なんといってもローラの日記ですよね。これが今後どうなっていくのか。やっぱりアニーが出てきそうですよね。これからね。あと、ブリックス調査か。そうですね。ダイアンが後で言う2人だけの時に言う話っていうのも言ってもらえるんですかね。わからないですけどね。まあ、今回はものすごい進展がありましたね。スペシャル回でしたね。ということで、 えっと最後にですね、ちょっとしたこと <laughs>、ちょっとしたことをちょっとおしゃべりしようと思って、僕、文庫本の「クーパーは語る」というのと、ローラの日記という文庫本を持ってるんですけど、これね、今回ローラの日記が出てきたんで、ちょっとちらちらちょっと読んでみたんですね。そしたら、「クーパーは語る」の中に、ちょっと気になるものがあったので、一応お知らせしておこうかなと思ったんですね。こののククーパーーーパパは語るの中にクーパーが これ子どもの頃にテープレコーダーをお父さんに買ってもらってそれからずっと吹き込んでいる。 言葉がまあ入っているわけけですけどこの中で、ね、大学時代にマーガレット・ヘイスティングスっていう先生と出会っているという描写があるわけですね。ヘイスティングスといえば、このドラマの中にビル・ヘイスティングスという人物が出てきますね。今、バックホーン警察に捕まっている人ですね。えー、っと何か霊的なもので、えー、ルースの部屋に指紋がついていたビル・ヘイスティングスですね。忘れてますか、皆さん <laughs>。そんなことがあったんですよ、第1話で。 あのビル・ヘイスティングスと、この、えっと、クーパーを語るに出てくる、クーパーの大学時代の先生のマーガレット・ヘイスティングスっていうのが、つながりがあるのかどうかは、わからないですけど、一応同じ苗字というのを見つけたんで、ご報告しておこうと思いました。一応ですね、どちらも学校の先生ですね。ビル・ヘイスティングスも、えっと、小学校の校長先生ですから。うん、ということですね。一応こういうことがあったということをお伝えしてですね、あとダイアンについて、 クーパーは語るの中にダイアン、まあいっぱい出てくるわけですけど、いっぱい出てくると言ってもほとんどは、あのね、旧作の時のあのテープレコーダーと同じようにダイアンって言って、まあ今の自分の状況というか、証拠、こういう証拠を見つけたとか、そういうことを言ってるんですけど、ほとんどが。その中に少しね、ダイアンっていう人がわかりそうな、えっと、箇所があるんで、そこを抜き出してみたんですけど、クーパーは、 ダイアンのことを、聖女とキャバレーのシンガーを足して2で割ったような人だということを表現していますね。これは初めてダイアンに出会った時の話ですね。初めて会った時からダイアンは秘書。秘書としてダイアンはクーパーの前に出てきたわけですけど、聖女とキャバレーのシンガーを足して2で割ったような人だったということですね。今回のダイアンと、まあ、 イメージは被りますよねダイアンについてクーパーは「君のように洞察力の優れた人が近くに行ってくれると僕も頼もしい」みたいなそういう言い方もしていましたねでクーパーが初めて人を殺した時があったわけですねまあ犯人を射殺したわけですけどその時クーパーはまあすごく落ち込むというか気分がね落ち込んでいるっていう時があったんですけどその時ダイアンはクーパーに花を送っていますね まあ、慰めの花ということですね。だから今の、今の悪口というか、口の悪いダイアンとはちょっと違う感じですよね。まあ、これで元気出してみたいな、そういう感じで花を送っているということがあったわけですね。で、クーパーは一度だけですね、ダイアンを食事に誘っているわけですね。もしディナーを付き合ってくれるとしたら、非常に光栄に思うということを言っています。えっと、一応そこ読みますか。あなんか、しおりかなんか挟んどきゃよかったな。あ、ここだ。ダイアン。 こんなことを頼むのは初めてだし、原則として僕は決して公私混同をしないように努めているが、もし君が僕にディナーを付き合ってくれるとしたら非常に光栄に思う。これが僕たちがずっと以前に二人の間に定めた境界線を越える行為だというのなら断ってくれて構わない。だがもしそうでないのなら8時にどうだろう。 ということをクーパーは言ってるわけですね。こう食事に誘っているわけですね。こういうことが一度あったわけですね。で、えっと、この本ですね、一個の章というかごとに、クーパーの周りの人にインタビューをしているっていう形式を取ってるわけですけど、その次はダイアンにインタビューをしているわけですね。この本は。 えー、特別捜査官クーパーデイルと私は一度一緒に食事をしたことがあります中華料理をいただきましたワンタンスープに春巻きそれに北京ダック例の鶏を空気で膨らませて元の大きさの2倍にしたものですわあんなに美味しい皮は初めて食べました引き締まっていてそれでいてデリケートな舌触りで肉の方はといえば口に入れた時のあのとろけるような味それはもういくら食べても食べ足りないという感じでしたわ っってていいいううこことととをダイアンは言っているるがあるんで、すねでこの本が、このクーパーは語るの、この本がですね、このドラマの中で生きているんであれば、ダイアンがあの夜って言っている日は、この日である可能性が僕は非常に高いと思いますね。この2人でディナーを した日ですねだからディナーだけじゃなくておそらくその後まあダイアンの家に行ったとかそういうことになるんだと思うんですけどこの本が生きているんであればあの夜っていうのはこの夜のことじゃないかなと思いますね僕はね。という感じのこれはまあわからないんでこの,この本が生きているのか例えばローラ・パーマーのねローラの日記もこれは生きているのかどうかっていうのがわからないんで何とも言えないんですけどまあ一応そういうことがありましたと。 ということで、今回はね、第7章はこの辺りで終わりたいと思います。えー、あの手のね、あれは、ちょっと僕も一週間考えてみますね。うん、わからないですけど。はい。ということで、 えー、ツインピークスザ・リターン第7章面白かったですね。<laughs> 今回は本当にスペシャル。何度も言いますけど、スペシャルな第7章だったんで、次回また楽しみになります。ということで、今回、えっ、ー、と、第7章はどうやって終わったんでしたっけあ、そうか、ビリー見なかったって言って終わったのか。ビリーっていうのが出てくるんですかね。ビリーって誰かいましたっけビリー、ボビーならいるけど、ビリー、うん、わかんないですね。はい。ということで、えー、第7章。 はこの辺りですねそれでは、えー、ツインピークスファンの皆様次は第8章ですねまた来週お目にかかりたいと思いますそれでは皆さんさようならまた来週